もです。ただいま。今日はちょっと早く終わります。そうなの、明日は名古屋に行きます。叫びたいって叫んで。プリンちゃん予測してんの。予言者。抱っこ赤ちゃん。へへ明日私が何時に配信するかわからないので要チェックしといてください。バイトと学校お疲れ様。私はさっき帰ってきておでんを食べました。はい、え、一緒、待って、なっちゃんと一緒、今おでんって書いてあった、やば。何だって、大根と卵とつくねと何食べた、ウインナー食べた。4個食べた。4個も食べちゃいました。そう、コンビニです。今日の夜ご飯です。それが何時に食べた、10時半、11時前に食べちゃった。まあ許してくださいね。そう、生ドル、そうに出演させていただきました、ニコ生の。しかもショールームのことまで触れてくださってびっくりした。びっくりしました。そう、マヨラボもそうなのよ。そう、今日はその乃木坂46さんの松村さゆりさんと中田香菜さんの番組の生のアイドルが好きっていうニコ生の番組があるんですけど、それに今日はいおりとりさと3人で出演させていただいて、私1回目の時にミリナとひとみとサナと私の4人で出演させていただいて、でイコラブとしては3回目で、なので私は1回目と3回目に出演させていただいてて、そう、2回目の時はりさといおりとマイクかなの3人だったんですけど、で今回はリサとヨリとアンの3人で、そう、すごい、あのね、めっちゃ緊張してたの。そうで、なんか私がその初めて出させていただいた時がデビューから3ヶ月後とかで、めっちゃなんかすごい、なんだろうな、もうなんか何も、もう本当に右も左もわからないみたいな状態で、なんか握手じゃない、今頭がパン、今ポカーンとしてた、握手じゃない、なんだっけ、右も左もわからない状態でなんか出させていただいてて、そう、瞳がそうツインテールの回で、でなんかその時になんかその時もね、ギューってしてもらったんですよ、松村さゆりさんに。でなんかそれはそのなんかちっちゃいねって言われて、なんかこうやってやってくださってすごい嬉しくて、そう、僕クリのソロ歌ってた、僕のこのドキドキがのところの振りを一緒にやってくださいっていうのをやってたりしたんですけど、で今日はなんかその一緒にやりたいことみたいなところで、私がなんかダック赤ちゃんを書いてたんですよ。そうで、なんか今回結構アンケートが来てて、めっちゃ結構書いてて、したらなんかその中から一つずつぐらい選ばれるのかなって思ったら、なんか結構いっぱい読んでくださって、そう、めっちゃね全部アンケートを
まあ、全部ではないんですけど、なんか結構アンケートを拾っていただいてて、そうそう、なんかこの、まあ、3個ぐらい書いとけば1個ぐらいあれかなって思ったら、なんかまさかの全部結構なんか拾っていただいてたので、なんか何をねもうねやったかちょっと忘れた印象的だったのがやっぱだっこ赤ちゃんすぎて、そう、あとかなおくんさんとの握手会とかなんですけど、で、まあ、そのシングルの話もしつつ、でそのかなおさんとの握手会はすごい、なんだろう、リサから始まって、リサのその今何合計5回のやつのラジオあるじゃないですか、それの話をしてくださって、でその後いおりの話はブブカさんのやつのグラビアの話をしてくださって、で私の時はマヨラボの話をしてくださって、リサーチ力がすごくてと思ってどこ情報っていう、まさかマヨラボが出てきて、しかもマヨネーズちゃんとかなんか出てくるってなんか思ってなかったから、すごいびっくりしたんですけど、すごい嬉しかったです。そう、イオリがツインテール、そうツインテール、イオリがメイちゃん、大阪全役まで我慢って聞いちゃう、待っててね。イムくんさん初見ありがとうございます。そう、マヨネーズちゃん、そう、でもなんかなかなかのさん結構アイドルさんが好きっていうのは言ってらっしゃるじゃないですか。それでなんか私が広島におるときに活動してたグループがあるんですけど、なかなかのさんが2014年ぐらいの TIFF かなのをなんか多分見に、普通プライベートかな、わかんないんですけど、普通になんかブログに書いてらっしゃったんですよ、 TIFF に友達と行ってきましたみたいな感じで、でなんかそれで見たアイドルさんのところになんか私が所属してたグループの名前も書いてあって、そう、それをすごい覚えてて、そうだからその時から、そうで、そんな中田かなさんにの番組に出させていただけるのがすごい嬉しくて、そうお会いできたのも2回目っていうか、そうなんですけど、すごい嬉しくて、そうで松村さゆりさんにはどっちも2回ともギューってしてもらえたのが、そうすごい嬉しかったです。でもその時姫ちゃんはもう乃木坂さんだったかな。そうなの、そう、それで握手会をかなおくんさんとして、そうで、その後、その後だっけ前だっけ、だっこ赤ちゃんイコラブの中での流行りグループの流行りっていうので、こうやってなんかメンバー同士でこうやってだっこ赤ちゃんって言いながらギュッてやるのが流行ってるみたいな話をしてて、そうで、なんか何それをやりたいですっていうのをやってたら松村さんがやってくださって、そうそう、まさかのだっこ赤ちゃんがすごい、まさかこんな盛り上がると思わなかったけど盛り上がってなんかこれはリサとかノンノとかがやってたんですけど、で最近私とかマイカとかもやってて、そうまあ流行ってるって言っても、まあそこら辺がよくやってるんですけどね。でこうやって松村さんがやってくださって、そうそう、で松村さん身長が多分高くて、でなんか私はまあちっちゃいからすごい身長差でそうでギュってしてもらってめっちゃ嬉しくて、164センチ、じゃあイコラブの中でもイコラブにのメンバー誰よりも背が高い
からそうのんちゃんねいい香りがしたもうね乃木坂さんって感じだったなんかもうなんだろう幸せなんか乃木坂さんとか松村さんとかのファンの方に申し訳なかったファンの方に絶対にそこ変われって言われてるのをあの分かってた分かってたから、うん、そうだからそこ変わってって言われてるの前提だったそうに乃木坂さんのファンの皆様申し訳ございませんでした。すごいやっぱりなんか乃木坂さんはオーラが違いますね。もう本当に乃木坂さんっていうオーラキラキラしてて本当に。なんかいい空気を吸えたってすごい思った。なんかもうファンみたい。そう、それでなんかその後やり残したことありますかっていうところで、梨紗子が私も抱っこ赤ちゃんしてくださいって言って抱っこ赤ちゃんして、その時は中田香菜さんとして、ですごいイオリがなんかガチの顔で私もやりたいみたいな顔してたからイオリもやろうみたいになって、そう可愛かった、そのイオリがでイオリは2人にやっていただいて、そう、それでもうみんなハッピーな気持ちで終わりましたそうズルズルでした本当に。みんな抱っこ赤ちゃんしてもらいました。ハッピータイムで、ただただファンの方はそこ変われとしか思わないタイムでしたよね。普通にね、私たちは幸せでした。そう、それでね、なんかずっとさっきナータンとさ LINE してたの。そうで、なんか本当に昨日なったんからなんかいいなみたいな来てたの LINE が、乃木坂さんの番組、そうで昨日だっけ、まあ来てて、そのスケジュールにその生のアイドルが好き出演野口落とし前山本って書いてあるのを見て、なったんから LINE 来てて、めっちゃ羨ましいみたいな感じで、もうだから好きって伝えといて好きですって伝えてってもうな、そうあなた、まあ、みさ誰でももう本当に好きなんですよあの人そうで、なんか LINE 来てたから今日もそれ言ったのね。番組中に斉藤渚ちゃん、斉藤渚って子がいるんですけど、ちょっとまだ子供で来れないんですけど、すごい多分羨ましがりますっていう話をしてて、なーたんにそれをねちゃんと伝えたよって LINE したらね、すごい喜んでくれてね。だから私がね、じゃあ明日抱っこ赤ちゃんしてくれるって聞いたの。そしたらね、なんて来たっけ、なんて来たんだっけ、してあげるしてあげるって来てね謎なね謎なスタンプが送られてきたそう、なーたんと最近 LINE してんの、してあげるって来たから明日はなーたんと抱っこ赤ちゃんをしたいと思いますフ松村さんとの抱っこ赤ちゃんからのなーたんにそれをちょっと関節でって感じです。なので抱っこ赤ちゃんはそうですね、ファンの方同士で、やっていただければなと思います
はい、なんでやねんって。お風呂入っちゃダメ、確かに入りたくないお風呂。あ、でもあの衣装でやっちゃったから、あの衣装ちょっと選択しないでほしいな。キモい発言。だってね、だからそうね。あ、でもこの手はちょっと今日は洗っちゃダメですかね。オタクやんってね、ほんまそれ、ほんまそれ、ハスハスしたよ。嬉しかった。なんかファンの方の気持ちがすごいわかる。なんかこんなんでファンの方はさ、絶対さ、こんなギューなんてできないじゃないですか。だけどなんかギューはもうレベルが上すぎるけど、でもなんかこういう気持ちなんだろうなって、ファンの方はこう握手とか、なんかこういう嬉しいなっていう、幸せだなっていう気持ちなんかなって思ったから、そういう気持ちになってもらえるように頑張ろうって思う。そう、うん。食券乱用してしまった今日は。なっちゃん、そんなん、そんな、あ、わかるって。はじめまして、はじめまして、都市超絶みるるんさん、みるるんさんのファンの方。花尾さんにはなれるけどって。AKB さん、あ、でも AKB さんの方が多いかもしれないですね、結構ね。それぞれメンバーこう知ってる方とか、連絡取ってるっていう方。職権乱用、幸せそうで何よりって。幸せです。明日明後日は名古屋と、柏ですが、頑張りそう、頑張れそうです。そう、ね、聞いて、推しのいる世界のこのね、不良ねやったんですよ。そしたらね、もう私とよりね、緊張しすぎて二人してめっちゃ間違えた、パニクった、めっちゃパニクってた、あの二人で。で、あの時めっちゃうちらパニクったよねって言って爆笑、後から。あのさ、君がってやっちゃったの。うん、君がいるなのに、もうわけわからんくなって。そうなんですよ、めっちゃ二人でえみたいになって。君がいるこの世界、いいとみたいになって。マジ事故。マジ事故ったわ。なんか緊張しちゃったの。そうそう、なんか乃木坂さんもずっと番組を、何、私たちのより前からやられてるじゃないですか。だから先にご挨拶っていうことができなくて、もう本当にこう、もう何、収録っていうかスタート、生放送してる中でこうやって入ってきて、よろしくお願いしますって行くから、もうご挨拶も、ま、その先にはできないから、初めてお会いした瞬間だったんですよ、もうあれが。本当にまあ2回目だけど、でもやっぱり緊張するじゃないですか。だからなんか、よろしくお願いしますっていうの、まあ、終わった後はご挨拶、その生放送終わった後にありがとうございましたってご挨拶させていただくんですけど、最初はできないので、なんかもう3人ともめっちゃ緊張してしまって、よろしくお願いしますみたいになって、そう、生放送だし、そう、緊張してました。そう、でも乃木坂さんの覚えるのがやっぱり早すぎて、めっちゃ、もう2回ぐらいやっただけですぐ音でやるって感じだったので、って感じでした。すごいっていう。そう、だからファンの方もちょっと気をつけながらこうやって踊ってほしいなって思いました。ぜひ柏の時とかも
できるよって方いたらやってください。じゃん、こうやってこっちが右手だったら右右右右前前前前前前、右開く左開く閉じる開く、グッグトン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 って4回やります。せーの、君がいる君がいるこの世界いとおしすぎて、ペンライト、これマッキーだけどペンライト、右右右右前前前前、まあ、まあ、ここ本当はこっち左なんだけどね、右左閉じる開くグッグッ1234、はい皆さんご一緒に、せーの、右右右右左左左左、間違えた、前前右左閉じる開くグッグッ、はいトン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 、 OK ということで柏でぜひやってください、お願いします。持っていくのはマッキーじゃなくってペンライトです。って感じかな。蛍光ペンじゃない、私がどっかで間違えたやつ、それあれ私だっけ、多分私、動画ねいつかあげる予定、できそうに気がしてきた。お、鈴木誠也選手ね、すごいです本当に。ビリビリペンでやったら誰が得するの違う、なんか今日さ私変なこと言ったんだよね、なんかね大公開とか言っちゃったの間違えちゃった、大公開だっけ、なんかね間違えたの今日日本語、そうやらかしちゃった、大好評かなんか覚えてないけど、なんか言っちゃったなーって、そう変なこと言ったなーって思った、なんだっけ、なんかえ、本当はなんて言わなきゃいけなかったのになんて言っちゃったの、あ、お花摘みを大好評って言ったの、大公開って言ったの、あーそういうことね、そうそう結構なんか出番始まって結構すぐのタイミングでちょっとやらかした、大公開を大好評、え、どっちどっち、大公開を大好評、へえ。大公開をって言いたいのを大好評と言い間違えた、花摘みが大好評、大公開、どっちもやばくねどっちもやばくない、忘れちゃった自分で、まあいいや、大公開が正解か、 あそういうこと、まあ、ちょっと覚えてないです、まあどっちでもいいですよ、違う今日のね抱っこ赤ちゃんね画面録画した保存版、そうよどちらにせよアイドルだから、そうだよリサが書いたんだよリサがそんなこと書くから私の大公開と大好評の話になってしまったじゃないか、本当にもうオタクじゃん、だってオタクよ、私はオタクよ、それでご飯3杯いけるっすわいけますね、ルナさんはじめまして、はじめまして、リーちゃんのそうよトラップよ、画面のコメントがすごいことになってた、やばい乃木坂さんのファンの方に絶対怒られてる、なんだか動いてて嬉しい、
どう？動いてるよ動いてるよ。目がかゆい。見て私のね、これ音あんのかな。あ、音あるわ。見てください、このシーン。もうね、保存版です。保存した。キャーンっていう感じで、そろそろ今日はショールームの配信を終了したいと思います。白飛びしてみえん。いいよ、もう私の保存版だから、私の自己満だからはい、ってな感じで終わります。ランキング13位ザン、12位タカヒロンリーさん、11位ゴヘイモチさん、10位タケシさん、9位ジスンさん、8位コンティヌちゃん、7位トモさん、6位エミリオンシノボッチさん、5位ユーシスさん、4位ナンバー2台湾さん、3位ユカリン、2位エルモービーム1位スシナユイさんです。ありがとうございます。ランダム3人、1人目エリくん、2人目あやかちゃんかな、あやかちゃん、3人目ミルクさんです。ありがとうございました。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんパーパーです。それでは明日何時から配信するかちょっとわからないので要注意人物です。それではおやすみ、ミートボール弁当箱、おやすみなさーい。おやすみ。明日は、明日観覧来てくれる方よろしくお願いします。バイバーイ。